はいどうもライスゲームズのライスです。ではやっていきますか。あロケット弾のところが終わり、めちゃくちゃ時間かかった上にレベル49までレベル上がりました。上げたくないけど上がっちゃうんですよね。能力値はこんな感じ。防御力特防やっぱ高いね。で特攻はあれだな、結構種族値に恵まれてるな。よかったよかった。さあ行くぞ。おそらく恵まれてる。でこいつは戦わずにスーッと行って、なんかありそう、赤いのありそうやな。やっぱなんかあったな。まあ、これは無視して、この豚さんも危ない。無視して、戦いたくないよ。多分このまんま、ドラゴンのやつ勝てると思うから、このまんまドラゴン倒したいね。スーッと行ってね。ここフラッシュいるんだっけ？一応、フラッシュ持ってるけど、こいつはスーッと行くよ。バイバイ。そして、はい、氷の抜け道でした。そうだった、そうだった。で、ここ、大立ちの時、一応虫除けスプレー使っとくか、めんどくせえもんな、つってから、これ、歩数に入るから、虫除けスプレー使うと超もったいないというね。ただ、この時、もう時間、時間帯が時間帯で、もうみんな寝とんやねんかってぐらいコメントがなかった記憶があるわ。まあ5日前だからな。そしてここね、ここがね、また難しいんだよな。どうやって行くんだっけ。こうやって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 しか言ってない。どうやったかな、これ忘れるんだよないつも。どっかに体をぶつけて、そしたらスン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 っていくんだよ。よーし、わかったぞ。まずこっからスタートするとして、こう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 してこうしてこう、まずここが大事で、こうでこうしてこうでこうしてこう、はい、かっこいい。位置から全部わかった。まあ、5日前じゃん。5日前やってるのに、やってるのにもかかわらず忘れちゃうというね。まあ、やり方を覚えるために、何回もやったわ。結構難しいんだよな。結構難しいんだよね。あ、どこがゴールだっけ。ちょっと忘れてしまってるんだよな。ゴールの場所。ゴールの場所忘れてしまってる。忘れてしまってたわ。完全に。で、ここのね、ところもね、超めんどくさいんだよな。俺、虫除けスプレー買ったっけ？勝てないんだよな。まあ、ウリムは無視して、で、ここもね、怪力を使っていくんだけど、意外とね、ここ難しいんだよな。で、これね、落ちても意味なかったんだっけ？で、とりあえずこれ、上まで押して、で、これ、こっち下押して、で、ここ多分まっすぐ左に押すと入らない。あ、だからこれ上を2発トントンやって、でこれ奥までやって、下に落とし、下に下ろしてトントンとやっていくわけね。よし、ここの操作ミス超でかいから。でまず一つの穴にゴーン、ゴースゴース、まあ、ゴースゴースやって、ハリウッドザコシショウのようにゴースゴースやって、これ逃げて、でここまで来て、でまた怪力でトン。これこっちだってるな。こう左側でやったらもう詰まるからこっちしかない。消去法よね基本的には。でこれはこの右んところ全開に押して、この辺倍速にして、これガンガンガンやって、で、これ下やって、ね。これガンガンガンや。んで、順番通りね。で、これトン、トン。で、落とす場所わからん。ちゃんと見て、これ右に押したら、もう下から押せなくなるから、右から押すんだ。右から押す。で、これ倍速にスーッとして逃げて、で、トン、トン。で、ここちゃんと順番間違えちゃいけない。
これ上を押しちゃうともう詰んじゃうから、これ右を押して上を押して、これのんびり遠回りして押していく。ウゲイウゲイ、あ危ない、危ねえ、あこれ最大値まで押すんだった、あーこれ最大値まで押すんじゃなかった、ちゃったわ、この穴に落とすもん、なんか左にやるイメージなってたわ。あ、ここにはあったじゃん。ここら辺になんか穴があるんかな。このさらにその先の左のところにあるかと思ったけど、それ下にあったんだ。で、これで終わりだ。で、あと下のはしごに降りれば、全部の道に行けるわけよ。ちょっと待って、これ多分モンスターボールあったらするし。満タンの薬ね。モンスターボールというか、アイテムが落ちてる。あれ？おかしいな。おかしいぞ。この世のすべてがおかしい。で、これトン、トン、トン。じゃあこれか？あ、違うわ。下行ってトン。トン。下手っぴか？おかしいな。落ちる場所が悪いんだ。落ちないといけないやつね。ここでいいのか。これ下に行ったら戻れるから、下にまず行って、ってこう。あれ？こっから落ちるんじゃないかな。多分、奥側の方から降りるんかな。うん、下手っぴだね。ああ。倍速だからしょうがねえわ。多分こっから落ちるんかな。はい。そしたら、とりあえず行く。そしたら戻れるかな。これ右か。落とす場所違うとかある？あれ？なんか大立ちの実況の時は簡単に行ったのに。ここで落ちるんか？上か？あれ？金銀でもしかしてこれ場所変わってる？なんかトン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 って行けた気がするんだけど、なんか行けなくなってたの。あ、岩砕き持ってね、取れね。しかも、スイ君のところ、岩砕き取りますとか言って取れる。なんか、すんごいことなってるもん。なんか、倍速にしたらすんごいことなってる。でも、これ動けるんですよね。これ、倍速でやったら、たまーにあれになるんだよな。まあ、全然問題ないけど。で、そしたら、この、アイテムも取っていきますか。これ、スーっていったら、これ取れる。で、これ、一回、こう、グイーンになって、グイーンして、これ、のんびりいく。倍速を、適宜ね。で、もう出口かな？あんまりポケモン出らんな。これ右側何もないね。これ左アイテムやった気がする。ほらね。左とか下ね。いらねえ。アイテムだ。いらないアイテム。売るけど。売るやつ。こうして、こうして、こうして、こう、こう。こうして、こう。で、敵が出てくる。で、逃げる。アイテム、タウリン、いいね。まあ、これ倍速でスーッと、もう、出口かな？もう簡単な出口な気がする。もうすぐ着く。だ敵が出てくる。急に押し寄せて敵。そして、フスベシティ。こいつ戦うんだっけ？なんか大立ちの時もこんなことした気がするわ。そしたら、ポケモンショップに行って、ポケモンセンターに行って、でショップにも行って、負けてもいいようにもうフル買いね。満タンの薬じゃなくてすごい傷薬をこんぐらい買って、何でも直しをまあこれぐらい買って、で売るか。ちょっと毒消しはもういらん、眠気覚ましもいらん、麻痺は、まあ、持っとくか。元気のかけらは絶対いらん。プラスパワーもいらん。ピピエードいる。シルバースプレーももう倍速で逃げるからもういらん。不審アメはいる。すごい気づくする。69個もあるじゃん。タウリンはいらん。
スペシャルアップも禁止、お守りコボンはいる、満タンいる、溶けない氷はいる、これはいらん、ポイントアップはいる、で、この辺は恨んでいいから十分だな、よし。よーし。なら、ジムリーダー倒していきますか。確か上だったよな。確か上の方でやっていくと。で、今回はね、一応ここまでにして、もう大太刀と同じところで、今日、もう今日の実況終わる。今日俺がまとめて撮ってる実況はもう今日で終わる。てか大太刀のアーダコーダーなんかレベル上げがなんかせないけんやった気がする。レベルなんかせないけんねん。あんまり覚えてないけど。はい、エレイトトレーナーのマサルくん。マサルはミニ竜を繰り出してきた。うー、かわいいですね。ミニ竜はドラゴン単体じゃ、のしかかりか。ドラゴン単体が一番強いけどね、ぶっちゃけ。いや、水ドラゴンの方が強いか。水ドラゴンの弱点ってドラゴンだけだもんな。まあ、その代わり等倍が結構増えちゃうから、水ドラゴンだったら普通に雷も効くし、氷も効くし、氷効く、いや、氷も普通になるか、普通になるし、まあまあってところなんだ。ギャラドスだ、ギャラドスが水ドラゴンだったらめっちゃ強いよねっていう話を大太刀の実況でした気がするわ。はい。オッケー。レベル50やで。強くなったね、メガニウム。1日で。1日でって今何分やってる？レポートしたら6時間38分。まあ、ロケットダウンのところはもうほぼ倍速使ったから、まあ、ほぼ4倍速1時間ぐらい。あそこはマジで1時間ぐらいかかるんだよ。だから4時間ぐらいかかるわけよ。だから、あそこ実質、もう4時間やってるのと一緒。1時間やってるのと一緒。よーし。で、まず落として、これ戦わなきゃいけないんだったっけ？戦わんでもいいような気がするんやけど、こっちは戦わなきゃいけんか。こいつは戦って、こいつさ、タッツーとさ、シードラ捕まえたっけ？あ、一匹になってる。あ、シードラだけか。でもシードラだけなんてもうレベル38結構高いね。まあ、葉っぱカッターで終わりですけど。たださ、大太刀の旅って、今思ったけどさ、なんか四天王倒して終わりとか思ったけど、そうだ。なんか、たけし戦とかかすみ戦とかあるけ、またそっちがあるんか。このメガニウムもそうだけど。これはね、あ、そうだ。こっち側を押して、スンスンと押して、で、こっちをスン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 と押して、倍速機能で便利。で、これ上に行く必要あったっけ？これ上行く必要なかった気がする。あるわ。普通にあるわ。行かなきゃいけんねんな、こいつ、ここは。こいつがタッツーとさ、シードラだったっけ？えい、タッツー、トモヒコ。わ、タッツー超かわいい。あれ？金銀版ってこれだっけ？これクリスタル変わってるような気がする。タッツー超かわいい。まあ一撃ですけど。こんなクソザコは一撃ですけど。はい。まあ、煙幕も関係なく倒しちゃうとよ。タツめちゃくちゃ可愛かったな。対戦したらこれ帰り気あれなんかめんどくせえな。タツ可愛かったな。激可愛やったな。で、これ下に落ちたら、ここに戻ってくるわけね。右上に落ちてほしかったけどね。ドラゴンは聖なる生き物、生命力な溢れたポケモン、本気でいかないとあだこだよ。全然読んでなかったわ。エイトトレーナーのマリコちゃん。レベル34で、全然余裕だな。あれだな、初代のさ、やつは、ロケット弾のところ、ピッピ人形で完全に、無視する感じだから、結構初代では、きついところが、ポツポツ出てくるけど、ここは結構簡単だな。絶対倒さないけんやつが多いから。
だからさ、なんかポケセン縛りのやつとかさ、まあ、PP も PP の問題もあるかもしんないけど、あれもしかしたらそのワニの子使ったら簡単にいけるか。火の嵐だと多分ミヌタンクで止まっちゃうから、ワニの子ならさ結構人生縛り、ポケセン縛り、なんか草むら縛りみたいな、結構難しい縛りのやつも結構簡単にクリアできるかもしれない。よし、じゃあ火直しといい傷薬を使って挑戦しますか。ピピ垂れるよね、全然余裕でしょ。先生の爪こっちあるし、先生の爪使わんでもいいぐらい素早さもそんな低くないから、あ、全然余裕だな。よーし、はい、じゃあ戦いましょう。私は伊吹、世界で一番のドラゴン使いを嘘つけ。渡るが一番強いからな、あの破壊光線野郎な。あいつ渡るじゃなくて破壊光線でいいから名前破壊人。うわー、今思ったけど伊吹もマントかけたやな。渡るのあれか、お下がりかな。君もすごいドラゴン使いになった、このマントを渡そうみたいな。竜の息吹とか使うから光の壁とか、まあ、意味ないからのしかかりでゴン。そしたら何本半分、よし、竜の息吹ね。あ、竜の息吹、竜の息吹、竜の息吹、これはまひ直しか。竜の息吹と竜の怒りがあるんだよな。で、竜の怒りが40ね。息吹は普通にドラゴンタイプの技。はいと。ドラゴンタイプってこの時特殊なんだろうか、物理なんだろうか、これもわからんよね。なんか物理っぽい気もするけど、でも口から火入ってる感じだと特殊っぽいけど、もうそこら辺も全然わかんないけど。だから白竜かわいいな。はい、のしかかり。葉っぱガッターは後悔増しとったからな。てか、後悔増しとった多いすぎ。なんだかな、ロケット弾が使うやつ、毒タイプめちゃくちゃ多かったから、なんかすげえ後悔増しとったの場合やつばっかりだったな。臭い花とか、草毒だったから、4分の1だし、なんかベトベターとか、マタドガスとか、全部、後悔増しとつ。あと、ゴースとかね。後悔今一つばっかりだった。あと、ブーバーとか出された時、後悔今一つだった。うん。葉っぱタイプ弱。あ、神秘の守りいらんわ。神秘の守りはなんか、なんだっけ、なんか、電磁波とか、そういうなんか、電磁波は食らうんかな。鳴き声とかそういうのが当たらない感じだったような気がせんこともないけど、覚えてない。神秘の守り、しっかり覚えてません。割と強いポケモンにはね、結構、いいんだけどね。まあ、のしかかりでやっていくと。全然余裕だな、メガニウム一匹。全然余裕だったわ。で、キングドラね。これね。まあ、葉っぱカッターで、等倍かな。まあ、等倍なら葉っぱカッターの方が食らうかどうか知らんけど、まあ同じぐらいか。のしかかりと葉っぱカッター同じぐらい。てか、もうちょっとさ、強いさ、草技覚えんかな。葉っぱカッターレベル8ぐらいで覚えたんだけど、ずーっと葉っぱカッターよ。キュショ、キュショ、キュショ。ずーっと葉っぱカッター。なんかないかな、他に。葉っぱ切りとか。何の量普通に使って、こいつ普通に冷凍ビームとか覚えてないかな。はい、全然食らわない。まあ、さすがのメガニウム。すごい傷薬。はい、倍速。はい、葉っぱカッター2回連続外れる。意味がわからん。なんでやねん。麻痺直しか。まず麻痺直しでいいか。麻痺直しした後にすごい傷薬だな。葉っぱカッター2回連続外れる？それはないわ。もうすごい傷薬使って。破壊光線、ぶぬー破壊光線してくるんだ。破壊光線ちょっと見たかったな。やっぱこれ相手反動で動けないから、葉っぱカッターよう外すな。さあ、破壊光線来るぞ全然来んやん。破壊光線来るぞ。はい、破壊光線来る前に倒しちゃったよ。破壊光線覚えてんだ。やっぱ破壊光線はあれかな、渡るのお下がりみたいなもんなんかな、この秘伝マシンを。
このヒデマシン、技マシンを使うんだみたいなね。この私が負けるなんて信じられない、何かの間違いよ。サトシは賞金として4000円を手に入れた。私は認めないわ。ということで、バッチはね、波乗りで行って渦潮で取っていくような形なんだよね。確かここの上から行くような形なんだけど、大太刀もね、ちょっとね、ここら辺でやめてるんで、ここら辺で終わろうかなと思います。メガニウム強いな。全然余裕でいけるな。先生の爪マジで意味ないぐらい使ってないな。だ、光の壁もリフレクターも後々いい感じに使っていくようになるんだろうな。あ、ちなみに完全にカットしたところ、ロケット弾のところ、ライバルが出てきてびっくりした。あれ、ライバル出てくるんだっけここ全然覚えてないわ。もういいか、全部カットしようっつってからカットしてるんだけど、まあいいよね。よし、じゃあとりあえず今回はここまでにして、次回は、四天王のところに行くと、に行くんだけど、チャンピオンロードとかクソめんどくさいんで、チャンピオンロードの最後のところに多分ライバルが出てくると思うんですけど、そこまでちょっとカットして始めていこうかなと思います。メガニウム一匹縛り超簡単、意外と簡単だった。なんかイメージもうちょっと弱いイメージだったけど、まあ、今回今一つめちゃくちゃ多かったけど、ね、葉っぱかった。ただそれ以上にレベルが上がりすぎ、レベル51だもんな、超高え。